松下修也は日本のチェロ奏者。戦後日本チェロ界の草分け的存在とされる。東京府出身、東京都国分寺市在住。1946年東京音楽学校を卒業。先輩に芥川康氏、同級生に眉住敏郎がいた。チェロを平井康造、斉藤秀夫に指示。当時は戦中後の食糧難の最中で、 西洋音楽は非国民と非難されるためにチェロを持って外出するときは風呂敷で包んで隠すなど苦労を重ねた。1949年第18回日本音楽コンクールで1位となる。1950年東京交響楽団の定期演奏会でラロのチェロ競奏曲を弾いてプロデビュー。1955年25歳で NHK 交響楽団主席チェロ奏者に 就任、1956年日本フィルハーモニー、公共楽団主席チェロ奏者、1969年、東京公共楽団主席チェロ奏者を歴任する、1969年よりオランダに留学。1960年、眉住敏郎作曲の独創チェロのための文楽を大原美術館にて初演した、同美術館初のギャラリーコンサートであった。また、 プロムジカ玄楽四重相談のメンバーとして、岩渕隆太郎、堀津対、江戸順子も共に演奏を行った。1993年7月23日、北海道南西沖地震の被災者への冒険を呼びかけるための国分寺女性合唱団、コーロアマービレの記念コンサートに招聘され、北海道民謡、餌潮岩けなどを演奏した。 1996年8月3日、宮沢賢治100周年を記念して、岩手県と花巻市が企画したイベントの一環で、賢治堂和村で、岸田京子氏の朗読を交えた演奏会を開催した。2000年10月、大原美術館70周年を記念して、1960年の大原美術館30周年コンサートと同じ奏者、同じ曲目で再現された。 本館二階の名演キャラリーで、ベートーベン弦楽四重奏曲、ラズモフスキー第1番、マユズミトシロウ、文楽、ヤシロアキオ、ピアノソナタが三百人の聴衆を前にして演奏された。二千二年十月、東京、四谷のキオ井ホールにて開催された、グレートマスターズコンサートに参加。日本のクラシック奏奏期を支え、今なお現役という七十代から九十代の、 演奏家11人の一人として選ばれ、バイオリニストの松本善造やピアノの寺西明子と共演した。2005年5月17日には、神戸国際会議場メインホールで開催されたインターナショナルチェロコングレスイン神戸2005グランドコンサート愛に、倉田隅子、フィリップ・ミュレール、斉藤健博アルト・ノラス、山崎信子、チョン・キョンファラと共に参加した。 2006年には国分寺市本町の早稲田実業学校に完成した日本の宇宙開発発祥の地の記念碑の落成式で記念演奏会を開催した。ペンシルロケットを開発した糸川秀夫教授に月2回約50年間にわたってチェロを教えたのが松下修也であるゆえんで依頼されたものであった当時77歳。娘の松下信子もチェロ奏者であり。 時折親子で共演している。1965から1969年、専争学園大学講師に就任。1966から1969年、愛知県立芸術大学。1970年、東京芸術大学講師。1978年、倉敷作用大学教授を務めた。1992年より、倉敷作用大学名誉教授。 2003年倉敷作用大学を退官。同年3月20日には、倉敷作用大学聖徳殿にて、退官記念コンサートが開催され、演奏の合間に、同志の業績をたどりながら戦後日本の音楽史を紹介する講義も行われた。倉敷作用大学では、前身の作用音楽大学の時期を含めより24年間教鞭を取った。日本音楽コンクールの審査員も務めた。 2006年より、笠岡チェロアンサンブルコンテストの審査委員長に就任。フェリースソニードストリングスの決断時より、音楽監督をしている。過去には指揮者も務めた。文下生も、大西彩子、中村康則、糸川秀夫、大島淳、いい人しら、多数存在する。2018年5月29日、心不全のために死去。 1953年に当時の NHK 公共楽団コンサートマスターである岩渕龍太郎の主催で結成された室内合奏団。岩渕龍太郎、竹内智子、小橋幸男松下修也が初期メンバー。3年後に東邦学園大学を卒業したばかりの法律隊、江戸順子が加入した。1963年。 プロムジカ弦楽四重奏談の設立10周年を迎えて、ベートーベンの弦楽四重奏曲全曲演奏を行い、1964年に毎日芸術賞と芸術選賞を受賞した。ありがとうございます。